なるほどな。超菊ってのは、ラベルを見てすぐに分かったぜ。まさか、飲む気じゃないでしょうね。それ飲んでイオンがどうなったか、リオから聞いたでしょ。体が新しいものに変わったみたいに感じるほど、すっげー回復するんだろ。それっていいことじゃん。そう、その通り、デルタの言う通りだよ。なのに、ミーチンな俺のタトリアーの22に文句を言うんだよね。わがままかきてたまったもんじゃないよ。だから、人道を考えろって何度も何度も言ってるだろ。だいたい、いくら即効性だからって飲んだ瞬間に一気に効くのは、絶対おかしいよ。でも、戦闘の途中に飲んだりする場合は、それくらい即効性じゃないと意味ないだろ。疲れた。でも目の前にはまだ敵がいる。そんな時に、ドリンク剤を飲んでも効くのが十分と語ってからじゃ、その間に倒し終わる力のどされるかのどっちかだろうしさ。まあ、私も攻撃に集中してる時は、回復の死に方を歌う余裕がないかもしれないし。そのことを考えると、即効性っていうのはすごく重要かもしれないわね。だな。そんじゃ、どれくらいすぐ効くのか、ちょっと試してみっかな。デルタ、ある程度覚悟してから飲んでね。それ、本当にものすごい効き目だから。へへつ、自信作だよ。いや、それが問題なのはイオンの時に。で、デルタ、言ったそばからそんな勢いよく飲んだら。あれ。デルタ、どうしたの？落ち着いて。熱い。俺の体は。落ち着いて、デルタ、体はちゃんとあるから、平気も。いや、そうじゃないんだ。これ、俺の体じゃないような感じがして。ね、新しい体を手に入れたみたいに感じられるでしょ？感じじゃないだろ。俺の体、マジですり替えただろ。ほら、落ち着いて出るか。そう感じるだけで、本当に何もされてないから。はあ、だから覚悟してから飲んで、って言ったのに。それで、体の調子はどう？疲れとか感じないでしょ？ああ、マジで、本当に何も感じない。未だかつて感じたことがないくらいにすっきりしてて、体が軽くて。ダメだ、やっぱ自分の体だって信じることができねえよ。ねえ、もしかしてこの状態がずっと続くの？だとしたら、これからのことが心配なんだけど。大丈夫だよ。時間が経てば肉体は自然と疲労が溜まっていくから。そうすればすぐに落ち着くはずだから。そうなる前にこいつを飲むようにすれば、一生疲れ知らずの体のままいられるってことだな。デルタ、今のうちにもう一本飲んでみる。やめろ、それを近づけるな。今飲んだらどうなるかなんて、考えたくもねえ。回復薬に対してここまで怯えるなんて、即効性にも限度がある、って理由がよくわかったわ。